映画煙突町のプペル、ぜひ皆さん見てください。いやシンプルにアニメ大好きなのでこのお話をいただいて本当に嬉しかったですし、ありがたいですし、あと一人仕事が今までしたことなくて、初めてが映画っていうのが一番でかくて緊張したんですけど、プレッシャーとかはないんですけど、まあ JO1 とまあプペルを2つ広めていけたらいいなっていう気持ちでしたね。西野さんに教えてもらったのはボソっていう、ボソって言っていろいろ自分のジャンル以外に興味がないっていうテーマでやらせていただきました。あとまあ個人的に心がけたのは、テニスはいろいろ興味がない子だけど、いざやるときはしっかりやる、で根は優しい子、まだ子供だからっていうのをイメージしてやりました。発声は全然違いましたね。やっぱ僕たち韓国の歌い方で吐息混じりというかっていう歌い方なんですけど、アニメはもうしっかり声からしっかり発音するっていうのが、韓国も発音するんですけど吐息があるのとないのでだいぶ違うんで、僕が行った時は藤森さんと久保田さんと芦田さんの3人の声はもう僕が聞くシーンにはあって、もうその方以外の声は入ってなくて、もう一人でやるっていう感じでした。いや難しかったですね。もう西野さんといっぱい話してこういう感じで行こうっていう、めちゃくちゃびっくりしてましたね。けど喜んでましたね。やっぱ JO1 ここで頑張ってても JO1 に還元されるのがいいなと思うんで、 JO1 メンバーからは頑張ってっていう声が出ました。鶴房とか木俣翔也とかアニメ好きなんで一緒にあのセリフの練習したり、あと俺ここの声取れるかなっていう、なんか一緒に僕の台本見ながら模索してました。自分の幅が広がったというか、JO1 の活動でおえおっていうやつがあったんですけど、その時も演技させていただいたんですけど、あの時も演じるの楽しいなって感じてたんですけど、今回のやつではっきり分かって自分じゃない自分になれるというか、入り込むのがめちゃくちゃ楽しくて、そうですね、視野が広がりました。ああ王道の青春系のドラマだったり、なんかのアンケートでいっぱいたくさんの人が答える中に、なんか学園ものに出てほしいみたいなやつのランキングが入っててやってみたいなっていう気持ちがあります。いや多分学園ものは個性強すぎて多分まとまらないです。戦闘系とかいいんじゃないですか。演技のお仕事もさせていただきたいですし、あと僕美容とか好きなんで、なんかスキンケアとかメイク用品とかのモデルもしてみたいですし、あと、まあ、JO1 としてもっと有名になれたらいいです。それが最終目標です。一人一人が一人でやっていける力をつけたら JO1 に戻ってもさらに強くなっていくと思うんで、まあ、実力含めいろいろと、だから、まあ、毎日勉強なんですけど。ここは空を見上げてはいけない街。一人ぼっちのルビッチとゴミから生まれたプペル、二人の出会いが奇跡を起こす。煙突町の秘密をめぐる大冒険、その先に待つ、どうやらこの世界の秘密に気づいてるね、驚くべき真実とは。行こうプペル。はい、煙突町のプペル。ちょ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 